水に浸かったりしてから浸かなかったんで大変でした。は電気の使いすぎに注意したり、祖母が買い物の時にエコバッグを使ってます。町おこしの一つなんですけど、帯の町がこう一緒になれたらいいなと思いながらやってるんですけど、まあ、将来的には酒谷川の周辺をずっと回りたいなと思ってるんですよ。区民の人たちがお手伝いをもらったもんですから、今年も無事立派に成功しました。綺麗です。綺麗ですね。よくここまでやれますよ、みんな。